今年の町工場のガキどもをいじめようと思って、多治見工業応援に行こうかなと思った時、総合野球場は、多治見工業、また多治見高校。どっちも五多高応援、どっちにしろの。な、監督さんもあるんだって。なんか東洋、あ、間違えた。東海大。もう手つきばっかりの東海大の、ユニフォーム見てんの、だから。そこから見るとこは。うちの知ってる時期の、ほんまに多治見強かったで、甲子園で優勝したんだよ。なんか有名な、その、残存として残ってる小泉純一郎首相の、感動したっていうギャグで使うの、今。あれは、うちの生きてた、あれ、ここは生きてるけどな。うちだけが命やからね、言っとくけど。ほんま。あんたの方が命ちゃうね。で、うちだけが命やからいろんな授業覚えてて、しかもかなり濃く覚えてるから。多治見の学校がな、どっちだったかな。全国制覇した。記憶やたら覚えてない。その時の名ゼリフやね、実は小泉純一郎市長の。その時名最初にやってるけど、嫉妬されたんかな。今回、歌メンズやろ、小泉純一郎。俳優になったの理由はな、あまりに名作者やったから、俳優が使いよんねん。それイエス・キリストの人、初代イエス・キリストはめっちゃすごい人だったけど、その後、今俳優が使いよんねん。今にして使いよんねん。今理って書いたらイエス・キリストは、そうされてるって言われそうですよね。まあ、自分は初代は立派やったね。初代って、次元師匠だね。最初にその人が現れた次元を、ほんまもんねん。2回目以降は他のやつが同じようにどんどん劣化していくの。小泉市長もそうだ。イエス・キリストもそうだ。南の標的になったね。時期になったね。実は、ジアノンスクそれされるんじゃないか。かっかりや。みんな、みんな、おっと。